大国橋は、大阪府大阪市を流れる道頓堀川に架かる橋。北岸の中央区西新西橋2丁目と南岸の道区道頓堀2丁目及び、何は区港町1丁目とを結ぶ。かつては、南馬橋と称されたが、橋の位置が若干異なる。近年まで現存していた鉄筋コンクリートのアーチ橋は、1930年に仮設されたもので、一車線車道と、 両側歩道の構造になっていた。その翌年には橋東側に河川浄化のための稼働石が設置され、その上部を歩行者専用道として利用した。稼働石は橋がコンクリート製なのに対してレンガで装飾されており、1988年の改装工事にはベンチや食事マスが設置されるなどの整備が行われた。その後、劣化や損傷等の老朽化、 耐震性の問題により、2013年4月まで行われた道頓堀川水辺整備事業の遊歩道頓堀、リバーウォーク設置工事に合わせて、高ポータルラーメン橋に掛け替えられた。これは、桁下高さや、航路幅、貸し遊歩道の建築限界などを確保するために採用された。大国橋が初めて掛けられたのは、1615年に、 道頓堀川が改作されてから間もない時期で、江戸時代初期の記録には、橋長42.7メートル、福音2.4メートルの目標であったとされている。当時の地図には、南波橋もしくは、下橋と記載されており、大国橋の名称が使われているものは、1703年発行の孔子用欄が最古であり、この時期前後に定着したものとみられる。ただし、南橋は、 大黒橋のある場所よりも少し東側にあった。大黒橋の名称は、木津大国神社の参道に由来する。なお、現在当たり橋の上流側に架か,かる新恵比寿橋と、道頓森橋はどちらも、近代以降の河橋で、江戸時代を通じて、東京上流側の橋は、今宮恵比寿神社の参道に由来する恵比寿橋だった。木津大国神社の参道はまた、西成郡南馬村と、 木津村の集落へ通じる道でもあった。南馬村も木津村も畑場八家村と呼ばれていた都市近郊型の畑作の村に該当し、東橋付近には青物の朝市がよく立った。大黒境をはじめとする畑場八家村の青物市は、公設の天馬青物市場との対立を繰り返しながら、やがて木津卸売市場のルーツとなる南馬木津市場の開設につながっていった。 1854年の安西南海地震では津波が発生し、遡上してきた船が横転し大国橋で川をせき止め、川口から押し流されてきたものが岸に乗り上げたため、川岸に作った多くの家屋が壊されたと記録されている。ありがとうございます。